はい、皆さんこんにちは、池田です。今日はドロップハンドルからマルチポジションハンドルに変えたら、ランド、シグランドの、シェイクダウンということで、いろんな道をですね走ってみようと思います。で、まずグラベルロードとかですね、ヒルクライムのようなちょっときつい坂ではなくて、もう本当に街中、公園っていうような、緩い、ところを走っていろいろ試してみようかなと思います。で、そもそもなぜジョーンズハンドル、マルチポジションハンドルにしたかっていうと、本当にドロップハンドル、まあ、いつもグラベルロードドロップハンドルで主に行ってるんですけど、ドロップハンドル、まあマウンテンだったらフラットハンドルで行ってるんですが、本当に正しいのか、もっといいハンドルはないのかと思いまして、で、ほんじゃその中間的な、そのどちらにも属してないようなハンドルをちょっと使ってみてみようかというところから、始まったなという感じです。では、実際に走ってみますので、どういう感じになったか、行ってみますね。はい、ではまず草地ですね。今回は草地を走ってみます。草地はこの手のですね振動が結構くるんですけど、まあ、地面が結構ボコしているところが、まあ、こういう土のところとかですね多いんで、草地、ただこのグリップのところがかなり分厚いものを使ってるので、意外と予想以上に、あ、だってね、まあ、地面はボコボコするんだけども、手のひらへの振動は少ないかなと、そういう印象を受けています。草地、ちなみにこんな感じですね。こんな道を今走ってます。はい、大きな岩ですとか、まあ、穴っていうのはなくて、平らな草地ですね。まあ、公園とかの脇道とか河川敷もこういう道多いんじゃないですかね、を走ってます。で、安定性はどうかっていうと、ドロップハンドルに比べると、よいしょ、一回砂利道に出ます。ドロップハンドルに比べると良いですね。良い、やはりこうフラットハンドルの、幅が広いという良さがちょっと出てるんやと思います。なかなか、荒れても安定して上からこう抑えれるよっていう感じですね。はい、なところです。はい、別の草地にやってきました。やっぱりこのフラットハンドルタイプのブレーキレバーに交換したんですけど、ブレーキ力がものすごい上がったように感じます。あのドロップハンドルの SDI レバーよりも同じブレーキキャリパー使っててもですね、フラットレバーで効くのとはちょっとなんか違うような気がしますね。もう完全にあのこれで弾くとですね、指一本でも後ろロックできるぐらい効くんで、まあ、すげえなと思いました。なんでオフロード性能、ブレーキ性能はちょっと気持ち、上がったかなというところですね。はい、こういうところです。はい、では、恒例どんな感じで走っているのかっていうのを第三者目線で撮ってみます。よいしょ。こんな感じでちょっと草地をですね、ウィリーしてみたり、ちょっとバニーホップしてみたり、そんな感じで乗ってみたんですけど、なんかですね、やはりドロップハンドルに比べると
安定性がいいですね。安定性がいい。こうやってこう甲持つよりもやっぱり甲持った方がしっかりと押さえれて安定している、安定していますね。なんでよりこうトレイルライドとかも、行きやすいと思います。まあ、もともとジョンさんもそんな感じでトレイルでも使ってたんで、僕もマウンテンバイクでも使ってたんで非常に、荒れたところに強くなったかなと、そういう印象はありますね。では次行ってみます。夕日に照らされる柿色カラーの自転車。もともとこの色が夕日に照らされた柿の色、違う、ん？朝日やったかな太陽に照らされた柿の色を表現した色やったんで、なんかぽっぽいですね。輝いてます。このグラデーションがちょっとかかってるのがいいですね。次はちょっと階段降りやってみます。こんな感じです。よいしょ。階段とかですね、結構荒れたところを降りるときはやっぱりこうハンドルの端っこ持った方がいいですね。端っこを持って、レバーのちょっと移しましょう。よいしょ。端っこを持ってですね、レバーの端を持って指先でこうギュッとやった方がやっぱり安定しますね。ガタガタガタっていうところはこうやらないと、やっぱりなるべく近くよりこっちの方がいいですね。なんでこういう階段を降りるときは、まあ、ドロップハンドルよりもこっちのループ H バーの方がやっぱりオフロード性能が高いだけあって安定しているようなように思います。はい、では海沿いにやってきました。海沿いにあるですね、こういう堤防沿いの道ですね。あら、前から自転車。でちょっと細い道なんですけれども、こういう道でしたら、どうなるのかと。ここがですね、結構曲がりくねった細い道になります。ちょっと曲がってみます。よいしょ。これがですね、上から見るとこんな感じ。おお、結構、おお、おお、ギリ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 な感じで、はい、すごく幅が狭い道はやっぱり苦手ですね。今ハンドルカットしてるんですけど、両サイドで660ミリあるんで、もう少し幅が狭い方がやはりさっきみたいな道は得意かなと思います。ただこういうアスファルトですとかコンクリートで、覆われた道だとグッと、握れるので、握る、まあ当たり前ですけど、でまあここ持ったりですね、ここ持ったり、こう手をついたり、何でもできるので非常に運転しやすい場所になるなと思います。まあ、活躍の場が広いハンドルになるかなという感じですね。さっきのこのエアロポジションとかはですね、やっぱり舗装路じゃないとできないですね。オフロードでこのエアロポジションを取ろうとかですね、なかなか厳しいので、まあ、アップのこういう、ステンレの根元ら辺を
持つやり方とかもちょっと厳しいので、こういう舗装されたところですねやったらまあいけるかなという感じですね。はい、では、次行きます。また舗装路、河川敷の舗装路を今走っています。なんでマルチポジションハンドルっていうのか、と言われるのかが、だんだん分かってきました。一つの場所でとどまらないですね、このハンドルは。だから一番握りやすいと思ってたところが場所によっては全然握りにくくなったり、逆に握りにくいと思ってたところが握りやすい、今ここ握ったら気持ちがいいな、あれ他のとこは違うなっていう感じで、場所場所によってですね、握り心地が全然違うというのが分かってきました。今まで使ってたんですけど、そこまでですね、深く意識したことが、正直なかったので、これを機会にすごい、感じれるな、このマルチハンドルの意味というのをですね、いうふうに、捉えてます。なのですごい面白いですね。なんか最初はどうなんかな、使うのかなと思ってたような場所も意外とこういう場所も握れる、使えるというのを頭の片隅に入れておくと、確かにそういう握り方、例えばエアロポジションとかで、握り方もする場面が出てくるというのがですね、すごい面白くなってるなと、思います。はい、以上、舗装路中の、考えたことでした。はい、グラベル突入しました。さあ、ここはですね、やっぱりこうガタガタ地面はしてるんですが、やはりハンドル幅が広いというのであって、比較的安定して走ることができます。で、こういう溝ですとか、砂利道でズリッと滑ったりするような場所も結構行けますね。ちょっと斜めに走ってみてみも滑らずに、で結構バイクをこう傾けさせる、斜めにさせるっていうのも意外と大丈夫ですね。こういう端っこ行っても安定してるんで、まっすぐ走れてるような気がします。では、さっきに戻ります。立ちからのデコボコしたところからのこっちが、はい、意外とこういうところも走りやすくていいですね。やっぱり舗装路と草地と、グラベルぐらいのデコボコ具合でしたら、ジョーンズハンドルは結構楽勝ですね。スリスリスリッとこう進んでいくことができるという感じになってます。よいしょ。そういえば面白いですね、ハンドルの握り方を発見しました。よいしょ。ちょっとこれはですね、目から鱗かもしれないです。このジョーンズハンドル、こう持つと、ここのこの小指の先、この手のひらの端っこがちょっと圧がかかるんですよ。こう持つとですね、要するに棒に対してまっすぐこう持つとやって走ってると、体重がここの小指のところに乗っかりやすいんですが、この持ち方をこれからこうする、要するにこう持つんじゃなくてこう持つ、こう持ってるのをこうすると、この親指からこう片手でちょっとやるの難しいんですけど、こっからここまでギュッと圧がかかるんで、手が痛くなりにくいというのを今発見しました。だからこう持つんではなくて、こう持つという感じですね。で、こう変える、ブレーキをする、変な、今までなかった持ち方ですけど、つまむ、手全体でこうつまむような持ち方をすれば、長時間走ってても
手が痛くなりにくいというのを、先ほどこのグラベル走っている時にですね発見しましたという発見です、はい、今日は川の水が引いててちょうどいつもこう水がここまで来てるんですけど全部引いてしまって砂地になってたのでちょっとこの場所を走ってみようと思います。よいしょ。ではカメラをよいしょ設置してよいしょ OK かな。ちょっと行ってきます。帰ってきました。こんな感じで走ったんですけどまあまあまあ走れました。砂はこんな感じですね。本当に川の砂っていう感じなんですけどへこみ具合はこれぐらいでずっとなっててやっぱり力を入れてこういうところは踏むとあれなんですけど滑って埋もってしまうんですけど軽いギアで今一番軽いギアですねくるくるくるっと回してあげるとこういう、27.5 の 2.22 のブロックタイヤぐらいでも全然いけますね。はい、という感じで川を走ってみました。あ、そうそう、ハンドルは意外とバランスよくいけました。まあおそらくドロップハンドルだともうちょっとこう左右に振られたりした時に抑え込みが効かなかったんですけど、まあこっちだと幅が広いんでなんとかなっちゃいますね。はい、という感じです。川岸ライド結構やっぱり砂に取られてふらつくんですがまあまあなんとかなりますね。こういうところをさらに帰りは走ってます。よいしょよいしょ。やっぱりこの斜めになっているところは深くぐっと入り込んでしまってますね。あ、ここはちょっとこけたところですね。はい、帰ってきました。こっち戻ります。さて平和公園の通りにこういうですねクスノキに囲まれたすごくいい綺麗な通りがありましてここもちょっと砂地になってますのでここ走ってみます。よいしょ、まあ、すぐあの信号で途切れてしまうんですけど比較的こういうのを体験するにはいいところなんじゃないかなと思います。よいしょ。ここは左右にこう触れてしかもちょっと道が狭いのでおっとハト、おっと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 、こういう左右のですね行ったり来たりする操作性をこう感じるのにはいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ、まあ、距離が短いという難点はあるんですがよいしょ信号側を斜め行きます。でだんだん分かってきたんですけどマルチポジションハンドルジョーンズのループ H バー使ってみて思ったのは意外とマルチグリップハンドルなんじゃないかなと思ってきました。例えばこういうこまめにこう左右に動く道はやっぱりこうグリップしっかり握らないといけないんですけど河川敷みたいにまっすぐの砂利道が続くところはもう少しこう緩く握っても対応できてしまう。だからここの握り方グリップがある部分の握り方一つをとってもこう握るのとかああ握るのとかいっぱいあるというのが分かってきましたね。ちょっと喋っとったらこっちに、草地に入るのを忘れてしまいました。では、このまま向こうに行ってみます。はい、先ほどの道をまっすぐ来ると
こういうですね、いい具合のところが出てくるんですよね。やっぱり街中でグラベルロード走ったり、ちょっと荒れたりする道、荒れてる道を楽しむなら、こういうつまみ食いと言いますか、ちっちゃなところをピッピッピッとつまんで楽しむのがいいかなと思います。僕も都会に住んでる時はそう思いました。こういうちょっと荒れてるところをちょっと走ってみるとかですね。あ、段差がでかすぎますね。はい、こういう感じでした。はい、ということで、休憩場所にやってきました。で、今回思ったのはですね、やっぱりマルチグリップなんじゃないかなと、このハンドルは、というのが、普通にこう握るのもいいですし、こうですね、ちょっと今日発見したこう縦長に握ってみると、ギュッと釣り竿を持つ感じですね。こう釣り竿ってこう持つんじゃなくて、こう持ったりこう持ったりすることが多いんですけど、こうやって持ってみるとかですね、あとは端っこを持ってこうふらーりふらーり気楽に走ってみるという感じに、意外とこの部分使えるなと思いましたね。いろんな握り方がこう、こんなね、こんなワニじゃないですけどね、あるなと思いました。はい、それが今回の、一番発見したところかなと思います。はい、ということで今回は、ジョーンズのループエッジバーをつけて実装してみるという、動画でした。草地、砂利道、舗装路、主にこの3つですね、街中にある、すぐ行ける場所にある、路面状況のところを走ってみてどんな感じになるかと。やっぱりマルチポジションといういろんなところを握れるというのはもちろんなんですけども、いろんなところを握れるじゃない、握り方、マルチグリップですね、握り方もいろいろあるんだなというのを今回発見したかなと思います。ジョーンズのループエッジバーですね。で、今後は、ちょっと山の方に行ったり、グラベルロード行ったり、トレイルにちょっと入ってみたりと、長距離も試してみていこうかなというところでございます。はい、あとはセッティングですね。セッティングは横から見て、やはり水平にやっぱり最初ですね、ホリゾンタルの水平にセッティングしてみたんですけど、このハンドルに関してはちょっと調子が悪いです。 なぜかというと、こう手がこうなるんでね、持った時にこうなっちゃうんで手首が痛くなります。なのでちょっと斜めにしてあげるといいかなと。あんまり他のハンドルでちょっと下斜めっていうのは、ないんじゃないかなセッティングはいろいろあるんで、あるか、あるね。はい、というのを、セッティングとしてはちょっとポイントかなと、今回思いました。はい、ということで今回はジョーンズの、ハンドルをつけて実装、してみるという回でした。はい、では、今回もご視聴ありがとうございました。